あ、まだあっちもあるやん。あっちにもエルフがある。ここで2、3泊したいぐらい。景色で星空も見えて最高なんですけど、眺め最高やんか。すごい、半額にしてあります。そうなんですか、はい。I never got it what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.顔がね、強調されるで、この濃い顔がさらに、そうそうそう、顔が前に出てくるで、めっちゃめっちゃ 3D やお待たせいたしました。すみません。じゃあ、こちらなんですけど、今お嬢から一応ここに出ましたが、書いてない方がスパイシーでございます。はい、でこちら書いてる方がエビで半分でしたけど、よろしいですか、うん、たので。これから50円お使いくださいませ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、すごいね。これ出たね。これまた出たね。バーガー製造所。山のバーガーです。エビ。エビめっちゃすごそうやって、写真見たけど。ほら、すごい。半分に切ってもらったけど。アボガドが。アボガドの主張がすごいんだ。ラーメンより。いただきましょうか。いただきます。わかる、うちのにゃんこたちもそう。よろしく。めっちゃ落ちた。かわいいリーさん。はい、やろう。めっちゃ落ちてWe'll be right back.
煎茶、あた煎茶、はい、あ、でもこれで直したんけ、ほんと、え、どっち、あ、紅茶か煮るとき、煎茶、いただきまーす。精度に関係してないよ、ああ、わかるわかる、はい、ナポロンとかでやってもさ、もうさおおめっちゃ匂うやん、超美味しそうだけど、ちょっと待って、ああ、いいじゃん、この後でいい、うんうん、めっちゃ柔らかそう、めっちゃちょうどいい感じやね、もしかして焼くの上手、フライパンもいいよね、腕です。腕3回言ってる。で、ここら辺。どういうこと？どうすればいいの？どうすればいいの？なんか違うんだよ。なんやもう。あの上の展望台みたいなとこで走り回ってきた。うん。シャワー室。電気。綺麗。自販機コーナーもいっぱいあります。ドリンク100円から、まあ、すごいじゃん、めっちゃ自販機あるやん、え、マジで100円、缶ジュースも100円、ドヒエモン2人前500円、豚バラ味付け、豚バラホルモン、ケイちゃん売ってる、アユ売ってる、マジで1匹1000円、ナッツ売ってる、ミックスナッツ540円、こっちが売店ですね、キクラゲ乾燥キクラゲスライス詰め放題500円とか、やばいやん、めちゃマニアックな感じやな、これ、乾燥キクラゲ、え、すごいな、
はい、ということで、はい、ここは隠れ家サイト、隠れ家サイトになります。なんかね、めちゃくちゃおしゃれなキャンプ場だよね。おしゃれだね。めちゃくちゃ綺麗やし、うん、あ、そうな、すごいね、ここも一人用や揃用か、うん、すごい水はけもここ結構良かった。水はけいいよ、この石は高いし流れないし、いいと思う。こんな時間、うん、あ、もうここで楽しむの一人で、壁があるからさ、プライベートか。本当やな、向こうもね。あ、D いいね。D 広げとる、ね、広げとる。うん。広いね。広いね。ジャンルね。これは静か D や。ここ、うん。あ、そしてここはちょっと台になってるやん。E サイクは。あ、まだあっちもあるやん。あっちにも F がある。F サイト。あ、ここはすごいな。これは完全孤立やわ。で、ここの上でテント張ってる。本当、山めっちゃ山の中やん。ちょっと夏は虫が多いかな。うん。こう気をつけんとね。これ落ちたらもう落ちてくな。結構な崖やで、ここ。まあ、ファミリーな感じではないな、このサイト。一人で楽しむ必要が、すごいね。ここは見えない。ここは見えない。ちょっと駐車場から遠い。完全隠れだよ。ここで 2,3 泊したいぐらい。いい車でしょ。ここは多分夜は閉まるよね、これゲートが。それ何？上がバーベキュー場？どこにあるんだろうって感じだね。結構広いかもね。広いよ、ここは。1,2,3,4,5席ある。カブトとかクワガタとかトンボとかチョウチョと一番向こうのやセミじゃない。セミや。セミテーブルと流しと。あ、ここはお湯出ない。あ、これお湯か。お湯出ない。水か。ここは水だけか。エキスパートサイトもここまで来なあかんってこと？そんな遠くないけど。洗い物するやろ。だって山でさ、する人とかさ、前の日やん。本格的なちょっと信じなかった。まあそうやな。もし気をつけて。ここに大きいトイレがあるな。トイレがまた2つに分かれとる。ウォシュレット付きです、綺麗ね。新しい。男性も女性も2つずつトイレがあります。って感じやね。眺め最高やんか。捨てなぎ山。そうなんですね。雨なら雨でまたね、雰囲気いいですね。これまた見えるやん、中からね、外が見える。中は全部一緒なんですか、作りは。内容的にはほぼ一緒で、ビートあちらのビートとこちらのビート。この2つはシングルベッドが4つ、あとはセミダブルが2つのソファーベッドが1つ。へー、一番人気の
ますし、それからこちらのは D なんですけど、どちらかというと D の方が多分もそうなんですけど、C もちょっとずれてます。あはは、ただ C はあとこちらの方にですね、芝生の庭がありますので、例えばそこにテント張ることもできる。すいません。じゃあ、次になります。ありがとうございます。すごい。エアコンまでついてる。エアコンとあとこちらの電子レンジ、冷蔵庫ねついております。冷蔵庫完備になってますので、まあ冬でも大丈夫ですよっていう形になります。一応セミダブルになってるんですけれども、一応こちらのベッドがソファベッドバタンと倒されてソファベッドになりますので、まあどういう形でも移動させていただいて、このソファベッドがダブルになってますので、そのままお二人でのソファベッドでお休みいただくこともできますので、一応ベッド2つですけど最長4人、ああ4人寝れるっていう、で一応定員は4人までっていう感じですね。あとは子様で乳幼児の方とか、小学生以下であれば添い寝ができるので、添い寝していただければ、5、6年まではいけるんですが、ただ大人の方6人だとちょっと消防法の問題もありますので、泊まりたいね、こういうとこ。もあれでしたら、7月の15日から、8月31日までちょうど1周年記念になりまして、今SNS 投稿していただく条件で半額にしてあります。そうなんですか、はい、もしあれでしたらちょっとずつもう待っては来てるんですけど、またよろしければ。8月の何日まで？31日まで。あ、31日、はい、お盆休み料金の半額ってことですか？そういうことですね。あ、そういう感じですね、はい。普通の予約フォームの方で、はい、もうお値段引いたお値段も、ああそうなんですね。それで見ていただいて、ご納得いただければ、それは言っても大丈夫。大丈夫です、全然大丈夫です。もうテレビ講義をしてますので。あ、そうなんですね。前回東海テレビに紹介していただいた時に、その時に告知しておりますので、全然大丈夫です。すごい、皆さんお得ですよって、はい、ねえ、SNS 投稿してもらわないかんでね。グランピングですね。サイトは関係ないですね。はい。ここのグランピングの方だけって感じで。でもキャンプの方も。あ、向こうもそうなんですね。全部やってます。あ、向こうのそのサイトも、その今日5000円以外でしょうけど、はい、それも半額で。半額で。そんな。ぜひぜひしてください。なんという企画や、すごいな。どうせだったらもうやっちゃいましょうってことで。すごい、ね、あ、また全部、はい、ひっくり返したら見せた、はい、D と E か、ここと、あと E 棟はグランピングの方も、あ、ペット OK ですか？ OK です。そうなんですか。これ自由にさして。自由です。そうなんですね。まあでもあれですよね、おしっこ問題とかあるんで。そうですね、その辺だけちょっと気をつけていただければ、はいはい、トイレができる、うわー、すごいな、来たこれ。出た出たこれ、出た出た。頼むとここで自分で焼くっていう感じですね。そうですね、はい、一応キャンペーンの時は全部お食事付きのプランしかやってないので、はい、通常の時は素泊まりプランっていうのがあって、はいはい、そのご自身でお持ちいただくっていう、あ、そういう感じでできます。それをここで焼くっていうのもできます、ね、あ、はい、それも OK なんですね、はい、例えばこちらでご自身のコンロをお持ちになってそれで焼くっていうことが、はいはいはい、ね、お食事を頼むとフルコースで来ます。そうです、はい、お肉はお二人だと 450g のお肉が、あとは水大根のポークと、うん、あと大根が3枚になりますけど、すごいですね、はい、で、あとはクロチェのモーニングをこちらで食べていただく、あ、はい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 、モニもついてて、はい、あ、素晴らしい、素晴らしいぞ。炊事場がついてて、ここはお湯は、あ、お湯も出るんだね、はい、ちゃんと、ね、あ、シャワールームやな、綺麗綺麗、うわ綺麗だ、いい匂いがする、まだドライヤーもちゃんとだね。お手洗い、
素晴らしい。やっぱり目の前に電信柱がどうしてもついちゃうんで、うん、まだこっちの方がそういうのが見え立たないかなって。山と、あの山というか森と山がちゃんと堪能できるんで、うん、私もこっちの方がいいのかなっていう。そうですね、うん、まあ、あの芝生に、ね、使いたい人は違う。そうですね、あの、あとは焚き火がちょっと、すごい。グランピングのお客様は薪使い放題なんで、うん、持ち使い放題なんですよ、薪、はい、はい、すごい。それもすごいやんね、薪使いたい放題。すごいね。でもあそこの真ん中は自由に使っていいよ、はい、とか。土が来るなと、ここにちょっとお子様用の簡易プール、はい、アスレチックプールをあの出しますので、ここにですね、はい、遊んでいただきます。あ、で車横付けです。そのままここに入れていただくっていう形になりますので、はい、すごい楽だ。で、EV 車の場合でもちゃんと、充電できるようになってますので、痛手で尽くせるんですか。変わってるんで、それを、はいはい、あの整地して作ったんで、若干傾斜あるんですけど、うん、傾斜がきついとこ全部あのウッドデッキ作りましたんで、そうなんですね、はい、それもあるし、あのちょっと高台なんで、晴れればもう満点の星ですね。うん、それを楽しみたい方だと、やっぱり上の星空サイト、はい、ただちょっと昼間は風が強いんで、あ、はい、夜になると大体この東白川は割とあの風なくなるんで。あ、そうなんですね。ありがとうございました。はい、いい家とんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございます。上がってくると星空オートサイトと星空フリーサイトがある。星空サイト、あれまた何か作ってる？なんか作ってるとこあるって言ってた。嘘やな、すごい。2000社ぐらい作ってる。相当広いね。相当でかくなるね。星空サイトの A サイト、砂利が敷かれてる。砂利が敷かれてるからいいよね。電源がさ、全部電源ついてるな。うん、ここすぐそばにトイレ、炊事場、多分シャワーもついてるよね。電源ついてあの値段って。やばい。すぐ B サイト、ウッドデッキが整地して作ったから、ちょっと斜めってるから、ウッドデッキでまっすぐにしてありますっていう。でもここめっちゃいいよ、ほら、景色で星空も見えて、軽サイト、ここすごいね。うん、本当だ。ちょっと何でもいいだろうと思うね。では特にはウッドデッキはないけど、ここか。車乗り入れできんけど、ちょっとさ、はいはいはい、自分は星空フリーサイドね、ここに止めて、うん、歩いてくる。うーん、開いてる。うん、なんか書いてあるね、すごいよね。うん、しかもすごいね、ここシャワーは無料ですが、無料ってすごくない？なんかさ、ここ結構安いよ、いろいろ。うん、シャワー無料ってなかなかないよ。ないよね。どうするの、ここかね。書いてある書いてある書いてある、 A、B、C、ここペットか。ほんとや、やっぱり各サイトにペット OK のところがあるんだ。 A、B、C、 うーん、 A サイトの反対側がフリーサイト、駐車場に止めてここで撮る。結構広いな。そう、今キャンプから帰ってきて、そうなんですか。そう、帰り道で、あ、近いじゃんと思って、そう、寄っちゃいました。どこまでキャンプ行かれてたの？グランピーク、グランピーク、新しくできた、横にカフェを。あ、そうです、そうです、
あそこ行ってきました。あ、そうなんですか。なんかでも朝からお客さんいっぱいいたよね。そう、いっぱいさ。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。そう。なんでやん。ハンバーガーは食べたんけどね。ハンバーガー美味しかった。美味しかった。やっぱ美味しいやつか。ほんで、すごい人やったもんな。お兄ちゃんの匂いするね。かわいい。かわいい。しっぽフリフリ。ちょっとこっちにも来なよ。こっちにも来なよ。どこなんですか。うん、かわいい。Been crying.